はい、 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。今回はメタルギアソリッドザ・ファントム・ペインのストーリーをやっていきたいと思います。今回はまあね、いろいろコールオブデューティーなどグラセフなどなど、いろいろフレンドができたりなどなどあり、ちょっとねやることができなかった。ボス、ラングレーからロッヒリに依頼があった。アフガンの山岳地帯で行方不明になった米軍の新兵器を捜索してくれ。難しい依頼だが、あんたはもう9年のブランクを取り戻したはずだ。詳細は端末で確認できる。了解だ。まあってわけですよ。なのでね、もうちょっと頑張ってやりますわ。よし、では。始めたいと思い、あお、そうか。じゃあまずね、よし、では行きますか。綺麗だね、海とかが本当に綺麗。なんかお尻に血ついてるし、スネーク。ボス、ラングレーからロッヒリに依頼があった。アフガンの山岳地帯で行方不明になった米軍の新兵器を捜索してくれ。難しい依頼だが、あんたはもう9年のブランクを取り戻したはずだ。詳細は端末で確認できる。
よし。行きますか。ん？トイレ。へえ、中に隠れたりすることができるんだ。バイオニクスの牽制？牽引か。Over the fence。ボス、ワクシンドブントン地に捕まっているソ連の技術者を見つけ出し、回収してほしい。彼は北のベースキャンプから逃亡を図ったが叶わず、今はワクシンドブントン地に身柄を拘束されている。命を保証すれば、その技術力を俺たちに提供してくれるそうだ。ターゲットを回収してくれ。了解です。待って、誰がどこにいるかわかんない。待て。しょうがないでしょ。どこ置くか。しかも、まあこういうやつがおったんか。はいはい、了解。登れ、頑張れ。よし。
そういうこと、なんかミッション開始地点があると思ってたから。よし、とりあえず観察。ほうほう、敵は少ないのか。あまりいる気配がしないが、どっからや。戻ってきたか。よし、了解、回収する。ほうほう、なんだ。情報だな。だが新しい情報はない。あ、そっか、もうは吐かせたから。資源が、慎重にできるだけバレずにね、いけたら。いるねー。